さんどうも、おかみです。今日はこんにゃくきんぴらを作ります。材料はこちらです。こんにゃくはあらかじめアク抜きしてあるものを使います。アク抜きされていないこんにゃくを使う場合は下茹でしてください。それではこんにゃくを切っていきます。こんにゃくは食べやすい大きさにカットします。1-2cm の大きさです。フライパンに火をつけてこんにゃくを乾煎りします。今強火で5分乾煎りしたところです。こんな感じで焼き目がつきました。で、余分な水分が抜けて引き締まった感じになってます。そしたら弱火にして調味料を入れます。砂糖、酒、みりん、醤油、ほんだし、しばらく熱して水分を飛ばします。こんな感じで汁気がなくなったのでごま油をかけて、これで完成です。盛り付けます。白ごまをかけます。いただきます。うまっ。こんにゃくを乾煎りしてるのでほんのり香ばしくって、余分な水分が抜けてるので歯ごたえもよりギュッと締まっていい感じです。で、今出来たてなんで味が中までは染み込んでないんですけど、この後ちょっと置いておいたら中まで味が染みるんじゃないかなと思います。うん、美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。